1997年のヤクルトスワローズでは、1997年のヤクルトスワローズにおける動向をまとめる。この年のヤクルトスワローズは、野村和也監督の8年目のシーズンであり、2年ぶり5度目のリーグ優勝と2年ぶり4度目の日本シリーズ制覇を果たしたシーズンである。前年4位で終了したこともあり野村監督は、今年はもう一度派遣を取ると一気込んで、 シーズンに臨んだが、対談したトーマス・オマリーやヘンスリー・ミューレンに代わる、新戦力が広島を自由契約になった、小早川武彦や、キャンプでの評価が低かった、新外国人デイン法人以外目い戦力はなく、優勝は愚か A クラス入りは無理と不安視する声が上がり、またベテランの小早川に至っては、新天地での活躍を不安視された。迎えた巨人との開幕戦で、 小早川が4年連続開幕戦完封勝利を狙った斉藤正樹から3打席連続ホームランを放つ活躍を見せて越して勝利。2戦目も競り勝って開幕カードを2勝1敗で勝ち越しに成功。勢いに乗り4月を15勝8敗で首位に立つと5月、6月も大きく勝ち越して首位を独走。開幕当初は7番を打っていたホージーが 全評判を覆し本類打を量産したのをはじめ、古田敦也、池山龍館が打ちまくって、巨人、広島、中日といった前年 A クラス球団などを寄せ付けず、前半戦を終了。後半戦に入ると校長マシンガン打線を要する、横浜が8月に、月間21勝を挙げる猛烈な追い上げを見せ、8月末には、ゲーム差3.5に迫ってきた。 迎えた9月2日からの直接対決天皇さんでは、初戦に先発した石井和久が、ノーヒットノーランを記録すると、翌日も勝利して連勝。9月は14勝5敗と走り、意気消沈の横浜とのゲーム差を広げ、最終的に9月28日の阪神戦に16対1で勝ち、2年ぶりのリーグ優勝を達成した。日本シリーズは4年ぶりに西武との顔合わせとなった。 世代交代が進み、松井和夫や大友進むなど若手を中心に、チーム200盗塁を記録した、西武の機動力とヤクルトのバッテリーとの対決が、注目を集めた。初戦で、石井が西武先発、西口文也との投手戦を1から0で制すると、その後の試合でも、川崎健次郎や、テリーブロスらと古田のバッテリーが、西武打線の機動力を、 徹底的に封じて4勝1敗で破り、日本一を奪回した。年数は NPB 所属通算年数。年齢は開幕時。ありがとうございます。